こんにちは、チョメです。6年目第19章やっていきます。友達と集まる3本のほうき。ここに来てよかった。他の皆も来てるみたいだ。ベン以外は。今日はローワンを追悼して、バタービールは私のおごりよ。ベン、なんか元の臆病な性格に戻ってる気がしてきたな。ここに来たのは間違いだったわ。メルーラ。みんなで集まれて嬉しいよ。やっぱり何をするべきなのかはわからないけれど、特に何かするとかは別にいいんじゃないかな。考えすぎずにこうやって普通に喋ってれば。私ももう初心に帰るためにね、最初のね服装にしましたよ。僕は考えすぎるってことはほとんどないよ。しかも初期実況からちょっと見直しましたよ。それじゃあこれだけ。友達が死んだすぐ後は人はこういうことをするものなの？ただ暗い気持ちのままバタービールを飲むだけ。それは僕たちがやろうって言っただけだよ。それは文化によると思うよ。誰かが死んだ後に何をするかは、みんなやり方はそれぞれ。みんないろいろなところから集まってきてる。だから僕たちがいいと思うことをやればいいんだよ。今の全く参考にならなかったわ。スメルダ、誰かが死んだ後に人が何をするかって質問はマグルのことか、それとも魔法使いのことか。人間全般のことよ。多分知ってる人が死んだのは今回が初めてなの。5回ここに着いたばかりなのにもう5回も大丈夫って聞かれたわ。会話の始め方としては普通だよ。でもその聞き方が気にならないのよ。哀れむような目で見てくるの。眉をキュッと潜めて答えを聞くのが怖いって顔をするの。ねえ大丈夫？昨夜ローワン殺されるのを見たのは知ってるけど大丈夫？それか秘密を教えてほしいって顔をしてくるの。ねえ大丈夫？昨夜ローワンが殺されてるのを見たのは知ってるけど大丈夫？ローワンが死んだっていうのもうやめてくれよ。いやよ。まあ聞く人の気持ちもわかるけどね、大丈夫ってね。ローワンが殺されたのに私たちはノーノーとバタービールを飲んでる。その方から聞くたびに吐き気がしそうなんだよ。みんな心配してくれてるんだよメルーラ。そのバカみたいな質問のどこか心配してるっていうのよ。あんただって同じ質問をされてるでしょ。うん、何回か聞かれたよ。あとコッパーはどこなの？わからない。ウェンは来たくないって外出禁止令が解けたって発表を寮で聞いた後立ち去っちゃったんだ。ジェイとベンはね同じ寮だからね、グリフィンドールのね。ベン・コッパーが来たくないって言ってて私がここに来てるってどういうこと？痛くない場所に無理にいる必要はないよ。それじゃあ私も行くわ。一緒に行くわ。城では息が詰まりそうだったけどここも大して変わらないし。お、久しぶりにメルーラ軍団結成か。バナビも来た。ダブルドアは悲しみ方はみんな違うって言ってた。お前の場合は呼吸に影響が出てるんだな、イスメルダ。何バカなことを言ってるのよ。私たちはもう行くわ。これ3人最初つるんでたからね。懐かしいよな。僕は手助けしてようとしてるだけだよ。いつも間違ったことを言っちゃうけど、こういう時誰かにかける言葉に間違ってるとか正しいとかあるのかな。君は何を言うのが正しいのか分かってる感じだよ、チョメ。それじゃあ何か言ってみようかな。何か言葉にするんだ。みんな、僕たちは何をしていいか分からないからとりあえずここに来た。そしてここに来てもやっぱりまだ何をしていいか分からない。だけどみんなローアンのことを考えてるからローアンのことを話すといいんじゃないかって思う。つまり思い出を話すってこと？そこから始めるといいかもな。まあ最初マフラー選んであげたって感じかな。私の思い出はね、8時間思い出を語り合う。まあね、大切だからね、ほんと8時間語り合おう。ローワンはいつも砂糖羽ペンをくれたりいい本を貸したりくれたわ。ローワンはいつも僕のドラゴンの話を聞いてくれたよ。僕は君たちほどローワンのことを知らない。もっと知ってたらよかったなって思うよ。ローワンに肖像画を描かせてって頼んだんだけど恥ずかしがって。ローワンはパフスケインの群れの中で寝ちゃったことがあるの。パフスケイン可愛いもんね。
ローガンがダンスしてるのを見たことがあるんだ。なかなかだったよ。みんなタップできるのがいいよね、こうやって。ローガンは聞き上手だった。しかも僕の罰則の話も聞いてくれたのか。ローガンはいつも僕が知らない難しい言葉を説明してくれた。大きいアラモン？同意する。ローガンはいつも優しく接してくれたわ。ローガンの猫のファズクローのことを今思い出したわ。ローガンは僕は砂糖ハネペンを間違って手伝ってくれた。これもループかな？ローガンからカナ家の人形地について聞いてない人っている？ローガンと最後に本当の意味で一緒に過ごしたのがいつか思い出そうとしてるんだ。いつだったかな？あ、ちょっと待って、いつだったっけ？ローガンと一番最後に話したの。ローガンはいつも砂糖ハネペンを、あ、じゃあね、少々お待ちください。どんどんやっておきます。さあ、最後に星を集めるのは誰になるでしょうか？キアラになりそうですね。はい、いつも通りね、コインもゲットします。ローガンのこと、僕が知らないこともたくさんあったんだな。みんなに聞いたからね、今。手にまだ金かかってる感じなのかな。チョメ、どうしたの？その気持ちが目いってるのはもう知ってるけど、みんなすごくいい思い出を話してくれてる。それなのに、みんなは僕が一番ローガンのことを知ってたって思ってる。僕はローガンと最後に過ごしたのがいつか思い出せないんだ。ビルのクラスがあったあの夜、クラスでとか廊下ですれ違った時とか食事の時とかじゃないんだ。メルーラが怒りを表した後で大丈夫かって聞くのもなんだけど、一体どうしたんだ？大丈夫か？ローガンについて話そうって言った時、君の心をかき乱すつもりはなかったんだよ、チョメ。僕はローガンと最後にちゃんと一緒に過ごしたのはいつなのか思い出せないんだ。ずっと他のことで頭がいっぱいで、僕も最後にローガンと一緒に過ごしたのがいつか考えないと。っていうか、その時は君も一緒だったよ。僕も一緒だった？ローガンと僕がいたってことか？なんか罰則受けた記憶もあるけどね。ちょっと動画見直してみるけど。ローガンがキッチンにいるなんて珍しいから覚えてるんだ。惚れ薬の材料を集めてる時だよ。違った。罰則ではなかった。ああ、透明マントを手に入れるために一緒に作った惚れ薬のこと？そんなのずっと昔のように感じるよ。うん。月長石の粉と真珠の粉末を持って魔女がホグズミードに来るように僕は手配したんだ。思い出してきた。ローガンは僕と一緒にホグズミード駅に行きたいって言ってたんだ。そうだね、確かそうだ。僕はそれに同意した。それでいろいろあって大笑いしたな。ホグズミード駅で何がそんなにおかしかったんだ？汽車がすごく遅れたんだよ。それでローガンが駅の時計が動いてなかったからどれだけ遅れてるのかさえわからないってことに気づいたんだ。今のところ全く笑う気にはなれないけれど。だけどそのおかげでいろんなことを話す時間ができたんだ。話してるうちに壺にはまって大笑いしてたってわけね。私もそういうことあるわ。僕たちの友情のことを話して、時とともに変化したものとか、それでも全く変わってないものとか。ローガンが僕にゴブストーンの遊び方を教えてくれて、リクタス・センプラの唱え方を教えてくれた。ああ、思い出してきた。確かにね、それメルーラに決闘で仕返しするときじゃなかったっけ、確か。ほらな、覚えてるじゃないか。汽車を待ってるのにも、時計が動いてないのにも、イラついてお互いにくすぐり呪文をかけることにしたんだ。あ、違う、それ相当前だ。1年生の時ね、それ。ローガンじゃなかったかもしれない、それ。ちょっと見直そう、また私も。汽車が到着するまでずっと笑い続けてたよ。あ、あったあった。なるほど、2人でやったね、それ。馬鹿げてて、突拍子もなくて、すごく楽しい時間だった。ローガンとそんな時間を過ごせたなんてよかったわね、チョメ。ローガンと最後に過ごした時間はすごく特別だったのね。確か数ヶ月前だったと思うけどね、この実況を撮ったのね。その思い出はずっと君の中に残るよ。思い出は永遠なんだ。あの時は大したことじゃないって思ってた。時々そういうのが一番大事な瞬間なんだよ。思い出すのを手伝ってくれてありがとう、みんな。悲しい時、仲のいい友達と過ごすのってすごく大事なんだな。それや、ホグワーツに戻ろう。君に瓶の様子が気になってきた。それやってたからちょっと噛んじゃった。なんかいろんなことが起きて、それじゃってことかな。あ、瓶を見つける。今メルーラと一緒にいるんだ。でもまだ君には会いたくないって。
こんにちは、チョメです。6年目第19章、便を見つける闇の魔術に対する防衛術の教室に来ました。あんたが何をしようが私はどうでもいいわ。ただ YouTube は口を挟むかもね。僕が何だって？ローワンの思い出をどうやって称えるかって話をしてたのよ。話をしてたのはメルーラだよ。僕はまだ話す気になれない。今日という日を僕たちそれぞれがそれぞれのやり方で乗り越えなきゃいけないのは理解してるよ。だけどローワンが死んだ時、あの現場にいたのは僕たちだけだから、僕たちはその事実といつか向き合わないといけない。私は今向き合ってるのよ。あんたじゃなくて私なりの方法でね。みんなで集まってバタービールを飲むなんて私のスタイルじゃないわ。わかったよ。それじゃあどうやってローワンを称えるつもりなのか教えてくれ。合ってる？これ読み方。計画について話し合う。星さん、やっていきます。これはローワンを称える話なのか、それとも君の怒り任せの計画なのか。メルーラ、読み方間違ってたらすいません。僕はこれがどうなるのか見たいだけだよ。メルーラ、ローワンが死んだことによって死の呪いを習いたいって思うようになったんじゃない？いや、なんか怖いな。でも守るためにはやっぱ習っとった方がいいよな。これでアズガバンに投獄されたって平気よ。あそこには私の家族がいるし。ベン、メルーラの計画について何か意見があるんじゃないのか？二人とも僕を放っておいてほしいな。なんかベン、突然変わったな、また性格が。これはローアンを称える話なのか、それとも君の怒り任せの計画なのか、メルーラ。僕が、これがどうなるのかを見たいだけだよ。ホグズミードからの帰り道でイスメルダに私の計画を話したの。彼女は協力してくれるわ。危険で悪意があって痛くてレイクビッグには苦しんでもらうわ。レイクビッグに復讐することでしかローアンの復讐を果たすことができないのよ。私が必要なら許されざる呪文を唱えることも構わないわ。あなたも知ってるでしょ。ローアンが死んだことによって死の呪いを習いたいって。ループだね。じゃあね、どんどんやっていきます。少々お待ちください。はい、いつも通りね、ゲットします。死の呪いをレイクビッグに使うことでローアンを称えたいってそう言ってるのか。彼女自身に一番大事に思っているものとか、人をめちゃくちゃにさせた後でね、どうやってそうさせるかはまだ考え中よ。君は驚くほど冷静に話してるな。レイクビッグには失うものが多い。でも私は毎日失うものが減っている。ベン、君は全く口を開いてない。今は話したくないっていうのは分かってるけど、昨夜ローアンは君たちの目の前に飛び込んできたのかい？いや、いいえ。それじゃあ放っておいてよ。あ、なんかベン責任感じてるんだ。ベンが守られたもんね。レイクビッグは私たちからいろいろなものを奪っていったわ。 YouTube、 私たちの信頼、安全、あなたのお兄さん、ローアン。ローアンを称えるって言ってる割に君がローアンの名前を言ったのは今が初めてだな。これは本当に君がレイクビッグに対して復讐したいだけじゃないのか。レイクビッグに復讐するのは反対だなんて言うんじゃないでしょうね。レイクビッグは復讐されて当然だ。上ですね。いいや、レイクビッグには今までの罪を償わせるべきだよ。それじゃあ何が問題なのよ。僕たちが立ち向かおうとしている脅威はレイクビッグなんかよりもっと大きいよ。レイクビッグを追いかけてれば R に行き着くかもしれない。だけど彼女を殺したら R に行き着くことはできないよ、メルーラ。対局を見てるってわけね。悪くないわ、 YouTube。 君たちは同じものを求めてるよ。あら、やっと話し始めたわね。君たちは二人ともローアンを称えたいって思ってる。そしてレイクビッグを罰したいとも思ってる。それは君だって同じじゃないか。答えなくてもいいけど。うん、僕も同じだよ。でも君たちのうちの一人は悲しんで、もう一人は怒ってる。僕に至っては心の中が空っぽだよ。今日はそう感じるかもしれないけど、ずっとそのままでいるわけにはいかないわ。何かしないと。
YouTube 忘れてるかもしれないけど、レイクビックと R は私たちの命を狙ってるのよ。レイクビックのことは今なんとかできる。でも R はわからないことが多いわ。わからないことだらけの組織に対してどうやって復讐できるっていうの？メルーラ、もうやめてくれ。何をやめるのよ。今までずっと僕たちは秘密結社に付け狙われてきた。今度は僕たちが秘密結社を作って応戦する番だと思うんだ。お、第19章完了。ともよさようなら。ゲット。第20章、次の章が近日公開。今回はね、ここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。次回はパート6分の1、6個あるみたいですね。